モーニングスターモーニングスター、および、同じ名で呼ばれることがある武器の塚頭の、形状比較図モーニングスター、あるいはモルゲンシテルンは、打撃用の武器の一種。日本語では、朝星棒、星玉式土鉾、星玉武器とも言う。大田用構成棍棒であるメイスの一種で、名称の由来となった星玉の塚頭を、特徴としている。メイスは、 古代から使用される普遍的な武器で、頭部をスパイクで強化する手法もまたよく使われる手法である。メースやモーニングスターのような大田武器は、金属鎧に対して刀や剣、槍の類より有効な打撃を与えることができるため、重武装化が進んだ古代西アジアや古代中国、中央アジアで対抗手段としてメースがよく用いられるようになり、 その中でレエン型メイスやモーニングスターに類似する武器が開発された。後に中世西,西ヨーロッパでもメイスがよく用いられるようになり、13から14世紀頃にドイツで生まれたモルゲンシュテルンはトゲ付きメイスから発展した武器で大型玉型の頭部にトゲを放射状に配置した塚頭を持っていた。モルゲンシュテルンは完成度の高さから他の西ヨーロッパ地方へ広がり、 16世紀には騎士が使用する一般的な武器の一つになった。また、第一次世界大戦では残豪戦における無音武器として復活している。英語名モーニングスターは、明けの明星を意味すると同時にこの武器の名でもある、ドイツ語モーガンスターンに由来する異約語で、塚頭の形状を輝く星の形に見立てている。 そこから、同型の頭部を持った武器を広く、モーニングスターと呼び、星型の塚頭を備えた、フレイルなどを同様に呼ぶことがある。モーガンスターンの現代ドイツ語における発音は、モーグンスターンに近い。発音例、ホーリーウォータースプリンクラー基本的には、メースの別称として用いられる。この名で呼ばれるのはある、種のブラックユーモアであるが、要するに頭上に、 メイスの一撃を加えると、あたかもスプリンクラーが水を吹くように血液が飛び散る、様を言い表したのだとされる。こうした武器は特に聖職者の間で愛用された。当時の聖職者は、騎士階級出身者も多く、彼らは装飾にありながらも戦場に立つことも多かった。代表的な例としては、ローランの歌の大司教トゥルパン、ウィリアム征服王のイボテイで、バイユー司教のオードがいる。 彼らがこうした武器を好んだのは、剣と異なり相手を殴打しても、血を流す機会が少ないからであった。ゴーデンダック1302年に勃発した、金白社の戦いの一局面である、コルトレークの戦いの様子を伝えるレリーフにおいて、フランドルとシ連合軍の兵士たちが、獲物とするゴーデンダックが見えるゴーデンダック、内誌ヘイデンダー派などとも呼ばれる。この戦闘は、 フランドルの不標が使用したものとして名高い。右のレリーフにあるように木製の柄に金属のスパイクを取り付けたもので、柄は先端になるほど幅が太くなり、ほぼ円錐型に近い形状をしている。長さも1メートル前後あるため、不標に対してはもちろん馬上の騎士にも攻撃ができるようになっている。コルトライクの戦いでフランドル軍が使用した後は、この武器は、 フランドル兵の代名詞的存在となった。しかし、ゲーデンダークにはもう一つ、候補となるものがあり、フィレンツェの商人の記録では、槍のような握りに、トゲのついた体をのような武器であるとしており、こちらはフレイルに近い形状をしているものと思われる。モーニングスターと同類の概念を持つ武器として、中国には、陰講機に武器化された重りをはじめ、戦国時代前期に開発された。 老牙棒や綺や赤座骨枝がある。老牙棒は古代中国において根を発展させたもので、1メートルほどの金の先に直径10センチメートル、長さ50センチメートル程度の防水系の棘を取り付けた頭部を備えた武器である。戦場での疲労を避けるため、塚頭を中空にしてあった。また、日本には南北朝時代に現れた金細胞があり。 鬼の獲物としてよく知られている。モーニングスターに類似した狂気として、野球のバットに釘を打ち付けた釘バットがある。歴史上のモーニングスターは、メースの一種であるが、ファンタジー作品においては、柄とトゲ付き鉄球の間を鎖でつないだ形状のもの、すなわちフレール型のものが存在する。このフレール型のもののみを、モーニングスターと呼び、本来のモーニングスターは、トゲ付きメース。 または単に、名詞とだけ呼ぶ作品も多い。ありがとうございます。